はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理九州地方丸2をお送りします。で、前回からね、この九州地方が始まって、前回は九州地方の特徴、そして福岡県を特集でやりました。で、今回はね、3つの都道府県を取り上げていきます。で、穴埋めが全部で10問。で、ちなみに1番、4番、6番、ここは都道府県名が入ります。その地図と連動してね、まあ、そこをね、確認しながらやってみてください。で、わからない問題があるようだったら、今から全部ね、解説しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から説明の方を始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。では、前回ね、福岡県、ここね、この、まあ、空欄になってますけど、この部分、この福岡県を特集でやりました。で、その西側、左にくっついているこの B の都道府県から行きます。で、まず B の都道府県、名前が、佐賀県ね。佐賀県。で、まあ、そこの特徴をやっていきましょう。まず、福岡県との県境にあるホニャララ平野。ここが稲作地帯としてすごく有名です。で、まずこのね、平野の名前覚えましょう。で、これが、この漢字に、紫。で、つくし平野と言います。いいかな？つくし平野です。で、そこが稲作地帯として有名。で、場所なんですけど、大体ですね、この佐賀と福岡がまたがってる、ちょっと赤でかぶってね、見にくいと思うんですけど、この辺です。で、前回の動画で、九州っていうのは、北の方で稲作。で、南の方で畑作と畜産がね、やってるという話をしたんですけど、まあ、北に入りますね、ここはね。で、ここがすごく稲作で有名。つくし平野ね。地じゃないよ、つね。つくし平野です。で、また、これね、北だけの佐賀の話ではないんですけど、九州全体の話ね。九州の山がちな地域では、ホニャララを作って稲作を行っています。で、その山がちなところ。で、何を作ってというか、作ってなのか。これが、棚に、田んぼ。で、棚田と言います。いいかな、棚田です。で、これを作って稲作を行っている。で、棚田ね、ぜひちょっと画像出さないんで申し訳ないんですけど、資料集とか教科書で確認するか、ネットで棚田画像とかね、検索してもらえば出てきますので、こうね、棚になってるの。こうやって。そこに田んぼを作って稲をね、育ててると。それが棚田です。まあ、ひとまずこれが佐賀県。じゃあ次、青のところ、C のね、都道府県行きましょう。また佐賀の今度、左隣です。で、ここはすごく島が多い県ね。ちょ、いっぱいありますけど。で、ここが、長崎県です。ね、長崎県。では、ここの特徴としては、まず島原なんかの4つの半島はまた山がちです。で、海岸がですね、入り組んだホニャララ海岸となっています。で、まずこれ海岸の名前。これが、リアス海岸です。リアス海岸。で、主なリアス海岸の場所としては、だいたい今この辺ですね。また青でちょっと見にくいですけどね。まあ、この辺がリアス海岸になってる。で、リアス海岸って聞くと、一番やっぱ岩手が、ね、出てくる方が多いと思います。多分俺もそうですね。岩手がイメージしやすいんですけど。で、長崎もリアス海岸がありますので、まあ、特徴として覚えておいてください。いいかな？では、今度ね、D の都道府県に行きましょう。で、D の都道府県、まずね、名前から。ここは、熊本県です。いいね、熊本県。で、ここですね、有名な山があります。ホニャララ山ですね。まずこの名前覚えましょう。で、山の名前が、ちょっと待って、ね、画数が多い。魚に、この漢字。で、阿蘇山と言います。阿蘇山です。で、場所としては、ちょっとね、右上。まあ、北東のね、この辺にあります。阿蘇山。で、これ何が有名かっていうと、この地域ですね、噴火後のくぼんだ地形のことをホニャラって言い方があるんですけど、それが国立公園に指定されています。いい？で、この噴火ね、阿蘇山とか噴火してくぼんだ、これもね、画像ぜひね、検索してほしいんですけど、すごいね、こういう状態。フライパンみたいになってるんですけど、この地形の名前を、
カルデラと言います。カルデラで、それが有名だね、すごく熊本県ね。で、ちなみに熊本は2つのものの生産量が日本一とよく、まあ、資料集とかね、まあ、参考書に書いてあるので取り上げておきます。で、何かっていうと、まずトマトです。トマトね。で、もう一個がスイカです。で、この生産量は日本一となってますので、ぜひ覚えておいてください。で、今後もね、こんな感じで九州地方だけじゃなくて全ての、ね、都道府県を取り上げていきます。で、まあ、もっとね、都道府県特徴あるんですよ、取り上げれば。長崎だってもっと特徴あるし、ただ板書量の関係と動画量の関係、あとはいろんな参考書をちょっと見た上で、あの載ってることが多いものだけをちょっとピックアップしているので、あのね、こう書いてあるものの数が多い少ないが出てきてしまうんですが、ちょっとね、そこはご容赦ください。では、今回は社会の地理九州地方丸2についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、まだ九州地方残ってますので、次回丸3引き続きやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。